寝台車、鉄道。寝台車は、鉄道車両のうち、寝台設備を有するものを指す。車両の構造は、開放式寝台と個室寝台、または区分室式寝台とに大別される。日本の場合、現在の JR 各社においては、料金区分上 A 寝台、B 寝台の2種に大別される。このうち、A 寝台については、座席車のグリーン車に相当する優等車であり、B 寝台は、座席車の普通車に相当する一般車である。形式記号は、寝床を示す、寝をつけ、A 寝台は、ロネ B 寝台は、羽となる。寝台車の歴史は1830年代のアメリカに遡ることができる。1838年にアメリカのペンシルベニア州周辺の複数の鉄道会社が寝台車の運行を始めたのがその発端である。寝台車を必要とするような長距離路線は当時、アメリカを置いて他には存在せず、1858年にはウッドラフ商会という寝台車運行を専門に行う会社が登場し、本格的な寝台車事業を行うに至っている。アメリカの最盛期の寝台車運行、及びイギリスにおける最初の寝台車の営業運行は、プルマン社によって実現された。1859年に小規模な寝台車会社としてスタートしたプルマン社は1865年制作したパイオニア号で名声を収め事業を拡張。1874年にはイギリス初の寝台車の営業運行を行っている。1899年には最大手の競合会社ワグナーパレスカー社を買収し、アメリカでの独占的地位を形成するに至った。一方、大陸ヨーロッパにおける寝台車運行はベルギー人の実業家ジョルジュ・ナゲルマケールスにより1872年に設立された国際寝台車会社ワゴン、D 社によって始められた。彼の事業はアメリカの大富豪、ウィリアム・ダルトンマンとの提携を経て発展し、1883年には有名なオリエント急行の運行が始められている。プルマン社の寝台車が車端に区分室を備えつつも、開放式の寝台車中心であったのに対し、ワゴン D 社の寝台車はすべて区分室で、これがヨーロッパで広く受け入れられる要因の一つとなった。プルマン社も大陸進出を画策するも、ワゴンリー社との参入競争に敗れ、わずかにイタリアにおける寝台車運行の契約を結ぶに止まった。ウィリアム・ダルトンマンは1875年には株式をナヘル・マッカーズに売却、アメリカに帰国し、当時としては画期的なエアコン付き区分室寝台車の運行を行う寝台車会社を設立するが、プルマンとの競争に敗れる。彼の寝台車は20世紀特急、カリフォルニア特急などの豪華列車に連結される全区分室寝台車の原型となったが、アメリカにおける一般の寝台車の区分室化は1930年代以降にずれ込んだ。プルマン社による寝台車運行は後にカナダやメキシコに展開した。全盛期である1910年代から1920年代にかけては、約1万両の寝台車を保有し、少なくとも1日に10万人分の寝台を提供。主要幹線では、オールプルマンと呼ばれる全車プルマン寝台車の寝台専用列車の運行が行われていた。他方、ワゴン、D 社はユーラシア大陸各地で寝台車を運行し、全盛期には4000両の寝台車を保有していたと言われている。しかし、両社は飛行機の登場と冷戦体制により、事業規模を縮小、現在では寝台車事業から撤退している。ヨーロッパでは主要幹線の夜行列車にはワゴンリー車の様式を引き継いだ寝台車が簡易寝台車、クシェットと共に連結されているが、アメリカでは旅客列車自体の本数が激減、現在も定期旅客列車で運用されている寝台車は150両ほどに過ぎない。なお、その他各国の鉄道が、両社の寝台車に倣った寝台車運行を行い、独自の発展を遂げつつ、現代に至っている。世界の鉄道においては、日本の583系電車のような動力分散方式の寝台車はほとんど例がなく、わずかにアメリカのインターアーバン、西ドイツの VT10.5 系気動車、オーストラリアの XPT、中国の CRH2 型電車のような事例がある程度で、大多数は客車として機関車に牽引される形態となっている。車両に関する詳細な歴史、各形式へのリンクについては、A 寝台、B 寝台の項を参照のこと。日本の鉄道技術は、アメリカとヨーロッパ双方の技術を参考に発展したもので、寝台車に関してもその例外ではなかった。日本初の寝台車である1900年、明治33年4月に使用が始められた、山陽道の一等寝台車は、開放式で、車体幅の制約から昼間は、長手式腰掛けとなるもののプルマン寝台車を参考にしたものであった。日本鉄道が1903年、明治36年に導入した寝台車もこれと同種のものでるが、他方、同年10月に関節鉄道で使用が始められた一等寝台車は、イギリスとアメリカからの輸入ではあるが、ヨーロッパで主流の全区分室の寝台車であった。また、1908年、明治41年に登場した南満州鉄道、最初の寝台車であるE1 は、プルマン社から自家輸入した寝台車で、開放式寝台主体の寝台車であった。鉄道の国有化が完了した1907年、明治40年、寝台車の連結が行われていた路線は、現在の東海道本線、山陽本線、東北本線、常磐線にあたる各線に限られていたが、1910年、明治43年には、九州の門司駅、現、門司港駅長崎駅、鹿児島駅、翌年には、北海道の函館駅釧路駅でも運行が始められている。大正年間には、奥羽本線、中央本線、北陸本線、信越本線、山陰本線、岩越線、原磐越西線、宗谷本線、名寄線、後の名寄本線などでの運行も行われるようになった。1931年、昭和6年2月には、新たに3等旅客向けに3等寝台車が登場している。1等、2等寝台車は不況により利用が減少していたが、3等寝台車の登場によりその傾向は強まり、1934年、昭和9年の東海道、山陽本線以外での1等寝台の廃止につながる。戦時体制により、輸送需要が増大するまでは、2等寝台車も寝台の一部を組み立てず、二等座席車として運行を行っていたケースが多かったようである。この間の1932年、昭和7年にスハネ30100型に初めてカーテンが装備された。第二次世界大戦は日本の寝台車に大きな影響を与えた。終戦期にはすべての寝台車が運行を停止し、優等寝台車の多くは進駐軍専用車として使用され、また、輸送需要の急激な増大もあったために、寝台車の全国的な復活には時間を要した。まず1948年、昭和23年に戦後初めて一等寝台車マイネ40型が申請され、一般営業用の寝台車が復活、二等寝台車も4人用区分室を持つ改造車マロネ39型が1950年に申請車。スロネ30型が1951年に登場した。また1956年軽量構造の3等寝台車、ナハネ10型が開発され、成功を収めた。1950年代から1960年代において、日本では航空機利用は欧米ほど一般化しなかったことから、その後の発展は顕著で、大量の寝台車が製作され、全国の幹線で、寝台列車が運行された。1967年、昭和42年には、世界でも珍しい、アメリカのインターアーバンに、わずかな先例があるのみの動力分散方式の、寝台電車、581系が登場している。1980年代以降は、運用の場が狭まってきたものの、主要幹線での運行が若干残存した。なお、日本の寝台車両を歴史的に眺めた場合の特徴として、その様式の雑多なことを挙げられる。日本の寝台車は、プルマン式、ヨーロッパ様式の混在で始められたが、国有化後もこれが統一されることはなかった。3等級制の下では、区分室寝台は1等という前提は存在したが、開放式の1等寝台車もしばしば製造され、また、マロネ39などのすべて区分室式や、マロネ38のように特別室としての区分室を備えた2等寝台車も存在する。旧3等に相当する B 寝台においても、電車3段式寝台と客車寝台が存在し、その様式は多様である。JR 化前後に登場した個室寝台車でもその傾向が強く、世界中で試された多くの個室寝台車の様式の見本種といっても過言ではない。また、581.583 系電車の登場から31年を経て1998年に285系電車サンライズエクスプレスが登場している。車室区画内にドアなどの仕切りがなく、寝台のカーテンのみによって、個人のプライバシーを維持する方式。収容力を重視し、寝台は2段もしくは3段重ねに配置される。寝台を備えた定員1から4人程度の個室単位でドアを設けた方式。区分室寝台などとも言う。廊下の配置は片側通路式、中央通路式ともにある。日本では過去においてこの方式の部屋を区分室と呼んでおり、ナロゲ20系等の一人用について個室の語を用いた。二人用個室など複数人用の場合にも用いられるようになったのは後のことある。詳細は A 寝台20系客車登場以降を参照。歴史的にほとんどの寝台車は客車であったが、上述の通り世界的にも珍しい寝台電車として 581.583 系電車及び285系電車が存在する。寝台気動車としては、トワイライツエクスプレス時風用の87系、気動車の例があるほか、トレインスイート敷島用の E001 型も、走行用に使用可能なエンジンを搭載する。ただしいずれも寝台車には、エンジンは搭載しない。客車の電源供給は、昭和30年代までの客車には、車軸発電機が用いられたが、冷房が一般化するにつれて、大容量が必要になり、20系客車では、ディーゼルエンジンと発電機の発電セットを搭載した電車を連結する方式が採用され、その後の24系客車でも用いられた。14系客車では床下に発電セットを搭載する分散電源方式を採用した。また、電化区間においてパンタグラフで終電子電源とするものもあった。詳細は A 寝台、B 寝台及び等級制を参照。客車全般の構造の変遷については、日本の客車史を参照されたい。2017年現在、日本において残存するのは、プルマン式寝台である。583系電車の B 寝台が該当する。かつてはツーリスト式寝台も存在した。戦前に製造された3等級制時の2等 C 寝台車の多くがこれに該当するが、1960年代までに全廃され、現存しない。日本では過去の B 寝台における主流の形態であり、コンパートメント車の寝台に近いが、一般に各区分に扉を持つものではなかった点は異なる。欧米では、簡易型寝台と呼ばれるものである。客車による B 寝台では、上段寝台には窓が設けられておらず、テーブルもない。大多数が昭和40年代に設計された時と、基本的に同一の設備で運行されいる。2017年現在定期運用は存在していない。日本では、3等級制の時代には上述の通り1等の多くと一部の2等寝台が区分室式であったが、1960年代頃からは1等、従来の2等、A 寝台、1969年からにおいても開放式、プルマン式が主流となった。しかしプライバシーや防犯上の理由から、近年再び日本でも A 寝台のみならず B 寝台でも区分室式が増加してきた。現在では改造によって製作された車両が多く、形態は非常に雑多である。日本では2015年8月29日現在、以下のようなものがある。B 寝台、ソロの場合、料金は6480円とビジネスホテル並み。設備的にはカプセルホテル並みのスペースではあるが、出入り口にはドアがあり鍵がかけられるため安心して利用できるというメリットがある。料金が同一にもかかわらず、開放式寝台との差は大きい。また、JR 西日本、JR 東海285系電車、サンライズエクスプレスに設定されている B 寝台、シングルは、ソロよりわずか1080円高い値段で、カプセルホテルをはるかにしのぐ頭上スペースを備えた個室寝台が利用できる。施錠は暗証番号を入力する方式のほかカードキーを使うものがある。寝台列車、夜行列車の凋落傾向に伴う対策として、フェリーの桟敷席に似たカーペット式の形態で、応ができる設備を供するケースが生じていた。このケースとして、2018年現在では285系電車、サンライズエクスプレスを用いた、サンライズ出雲、サンライズ瀬戸で設定されている、のびのび座席が挙げられる。この座席は、料金制度上は、寝台扱いではなく、普通車座席指定席扱いとしている。なお、以下の列車でこのようなサービスが行われていた。寝台車は、夜行列車にて寝台として使用されるのが基本であるが、中行列車及び、夜行列車の前夜や翌朝の一部区間において、座席車として使用される例があった。これは俗に、昼寝と称されてきた提供及び利用の仕方で、これは、夜が明けた後や夜の早い時間帯に、末端の一部区間において、寝台車を中行列車の座席として利用できるようにしたもので、利用に際して、形式上座席を指定しないが、乗車ができる、急行券、制度上立ち席及び座席指定席として、寝台を利用したものであった。昼寝、制度が最後まで存続していた列車として、あけぼのが挙げられる。詳細は、列車項目に譲るが、2014年3月のダイヤ改正により、同列車が臨時列車化されたことにより、昼寝制度の適用も廃止され、国内の寝台列車から昼寝制度は消滅した。変わった例としては、1985年3月から1988年11月まで14系客車を使用して、宗谷本線と天根北線で運行されていた急行、宗谷、天北が挙げられる。この両列車のうち、急行、利尻と共通運用されていた編成では、完全な昼行列車であるにもかかわらず、B 寝台車が連結されていた。この寝台車両は普通車自由席として使用されていたが、14系客車での運用開始当初から1986年9月までは、寝台の一区画を改造してのグリーン席扱いのコンパートメント席も設定されていた。船舶の寝台室の設定としては、1988年まで国鉄、JR が運行していた鉄道連絡線のうち、青函航路には寝台船室が設けられていた。青函連絡船の寝台は夜行便のみならず中行便でも使用することができた。最終期となる津軽丸型の寝台船室は1席あたり5室配置され、1室に2段寝台が2台とソファーテーブルと洗面台が設置されていた。なお、部屋単位の発売はされていなかった。料金は航路廃止の時点で上下段とも2400円であった。これは鉄道連絡線の使命でもある鉄道輸送と一体となった鉄道運輸体系の延長であり、鉄道運賃のそれの体系を踏襲する形であった。ヨーロッパの鉄道では単に寝台車といえば個室寝台車を指し、開放式寝台に近い存在である簡易寝台車またはクシェット車とは区別される。個室寝台はさらに室内にトイレやシャワーなどの設備を備え個室単位で発売されるデラックス寝台と他人と相部屋になる可能性のある普通寝台に分けられる。デラックス個室車を連結した列車はホテルトレインとも呼ばれる。鉄道会社により個室の名称や種類は様々である。シティナイトライン CNL ではデラックスとエコノミーの2種類の個室がある。デラックスは1段から3段、平屋の客車の場合は3段、2階建て客車の上階の場合は2段が基本の寝台とテーブル、椅子、専用のシャワーとトイレを備える。エコノミーは2人から4人用の個室で、個室内に洗面台があるもののトイレやシャワーはない。スペインのレンフェが運行する国内夜行列車やエリプソスなど、スペイン発着の国際夜行列車では、グランクラーセ、グランクレイス、プレフェレンテ、クレイスプレファーンテ、トゥリスタ、クレイストゥーリースタの3種類がある。グランクラーセは2人個室で、洗面台、シャワー、トイレを備える。プレフェレンテは2人用、トゥリスタは4人用の個室で、共に室内に洗面台はあるが、トイレなどはない。イタリアのトレニタリアによる国内夜行列車やイタリアとオーストリアの間の一部のユーロナイトでは、普通寝台車の他にエクセルシオールというデラックス寝台車を連結していい。エクセルシオールでは、各個室にシャワーやトイレを備えるほか、ダブルベッドのある特別室、マトラモーニルスイートもある。エクセルシオールはかつては、フランス・イタリア間の夜行アルテシアも連結されていたが、2005年12月のダイヤ改正で取りやめられた。個室寝台で他人と相部屋になる場合、家族やカップルで利用する場合を除き、部屋は男女別に分けられる。ただし男児が女性の部屋に入ることはある。また、ロシアなど旧ソビエト連邦圏の夜行列車では、男女が相部屋となることもある。簡易寝台、クシェット車は、側方通路式のコンパートメント車で、各コンパートメントに6個、3段、または4個、2段の寝台がある。コンパートメント内に洗面台などの設備はなく、車両間の共用のものを使用する。また寝台には、シーツや枕は備え付けられているが、寝台ごとのカーテンはない場合もある。また昼間、21時以前及び7時以降は、寝台を解体し座席車として用いられる。簡易寝台車は原則として男女相部屋であり、就寝時も昼の服装のまま着替えるべきではないとされている。ただし一部の国では女性専用のコンパートメントを設けていることもある。フランスの国内夜行列車では個室寝台車が連結されなくなったため、フランス国鉄では特別料金を支払うことで、クシェット車のコンパートメントを定員に満たない人数で、占有できるサービスを行っている。一方イギリスの夜行列車であるカレドニアンスリーパーとナイトリビエラには簡易寝台車はなく個室寝台車と座席車のみである。寝台車の利用には一般に乗車区間の1等または2等の運賃または鉄道パスの他に寝台料金が必要である。運賃はデラックス個室については1等。普通個室については2等のものが必要であるが、普通個室を1人で使用する場合、T2 型寝台車などでは1等運賃が必要であり、この他にも国により例外がある。寝台料金は国際的な基準としては、シングル、1人用、スペシャル、1人用、ダブル、2人用、ツーリスト、3人用などの種類があるが、これと異なる料金体系の列車もある。また運賃と、寝台料金などが一体となった包括運賃制度の適用される列車もあり、この場合朝食や夕食も包括運賃に含まれることもある。クシェット車では一般に2等運賃とクシェット料金が必要である。ただし一部の国では4人用コンパートメントには1等料金が必要となることもある。クシェット料金は個室寝台料金と比べ安価である。インド鉄道では、いくつかの路線において、寝台車が連結されている。該当車両の側面には、ヒンディー語と英語にて、スリーパーと刻印されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。